津軽森林鉄道起点、青森貯木場津軽森林鉄道とは、青森県の津軽半島一帯に路線を持っていた、日本初の森林鉄道である。1906年に着工され、1908年に、蟹イマイズミの一部が開業。翌1909年に、青森貯木場から、清島での幹線 67km が完成した。 視線を含めた総延長は2 8 3キロメートルに及んだ。2017年度に林業遺産に認定された。他視線多数、すべて青森県内。津軽半島のヒバ林は日本三大微林の一つとして知られ、半世時代には木材として出荷されるとともに乙女山として保護育成されていた。この内伐斎が禁止されていたり、切り倒したヒバを流して、 運び出すのに適切な河川が近くになかったりした区域にはミリ用の秘話が多く残っていた。当時の津軽地方の木材の輸送方法は原始的な流層であり、冬期間に雪ぞりによって山地から流送に適した地点に集められた木材は春先の雪解け水により増水した河川に放流された。源流から海までの距離が短く、 急春で水量の少ない河川しかない津軽半島では、流走できる期間が春先の増水期に限られた。また、水深が浅いため、流走による木材の損傷、紛失も多く、また流走の途中で、橋梁や高地等に損害を与えることも多く、計画的な林業経営ができないほど輸送力は脆弱だった。1891年に東北本線。 同27年には、大本線と鉄道が相次ぎ開通し、その終点である青森市が木材や海産物の集散地として発展するようになると、津軽半島の火馬材も青森市へ集められ、鉄道により県外へ運ばれるようになる。明治36から37年の日露戦争を契機として国内の経済活動が活発化するにつれて、 木材需要が増加した。国家財政に役立てる意味から国の直営による木材生産を行うことが求められ、1905年には当時最大といわれた青森貯木場が完成し、翌年には全国初の官営製材所として青森製材所が設置された。計画的な林業経営を確立するためには木材の安定した供給が不可欠であり、 津軽半島の豊富な木材をいかに効率的に青森市へ集めるかが課題であった。その切り札となったのが森林鉄道の導入であった。津軽森林鉄道建設にあたっては土木主任技師二宮秀夫の設計指導の下次の二つの路線案が立てられた。以上二つの案を検討した結果利用区域の拡大と機関車の能力を主眼として 六郎越の採用が決定した。津軽森林鉄道の工事は1906年6月に始まり、3区間に分けて実施された。かにたから、うすし館が最も早く、1906年に始まり1908年に完成した。続いて、うすし、清市貯牧場館が1907年に着工され1909年に完成。 青森町木場カニタ館が1908年に着工され、1909年に完成した。この館、1907年、来馬シェイギヤード1両がカニタに陸揚げされて組み立てられ、鉄道建設資材の運搬に使用された。3年半の歳月と62万円の費用を要し、1909年11月30日に工事が完了。 同年12月20日に開通式が行われた。その後、この幹線を中心に多数の支線が建設され、津軽半島一帯に一大森林鉄道網が形成された。1909年にボールドウィン車製10トン B1 リアタンク機関車3両を購入し、1910年5月から津軽森林鉄道の本格運用が開始された。運行期間は、 毎年4月下旬から11月までで、当期間は積雪のため運行を休止した。また、津軽森林鉄道が開通した当時、津軽半島の道路、鉄道は全く整備されていない状態であり、沿線住民の貴重な足ともなった。津軽森林鉄道の木材輸送量は、1914年に年間で7851立方メートルと最高を記録し、 1916年には、機関車5両、運在貨車308両を数えた。その後、昭和初期の経済強行を経て1938年には、第二のピークを迎えたが、第二次世界大戦の激化により減少した。戦後の経済復興期の木材需要の増大に、伴い、1951年には、津軽森林鉄道の本線と支線を合わせて、蒸気機関車10両、 ガソリン機関車24両、運材化車1052両と過去最大数を記録したが、1955年頃からは、全国的に自動車による材木輸送が目覚ましく発達し、森林鉄道による木材輸送量は極端に落ち込むようになった。森林鉄道の自動車道への改良工事が行われるようになり、森林鉄道は急激に衰退した。このような時代の流れの中で、 1967年11月、津軽森林鉄道の幹線は58年に及ぶ、歴史に幕を閉じた。その後も一部の支線の運行は続けられたが、1970年にすべての支線が廃止された。現在、内燃機関車、客車、アスナロ号のほか、かな歴史民族資料館に当時の車両が生体保存されている。 青森市沖期間地区の国道2 8 5号をばま、団地交差点付近から、八じろ地区国道2 8 5号、油川バイパス交差点間は、周辺に住宅街があるほか、青森駅西口から油川、八じろ、岡町地区への抜け道として、青森市が管理する道路として転用されている。その内予期地区の一部区間は、当時の線路敷地幅がそのまま道路となっており、 付近の住民からは、トロッコ通りと称されている。このほか、津軽半島山中にあった支線の跡や周辺に林道が一部通っている。そこから藪を分け入るなどすると、スイッチバック跡を含む配線や使われなくなった鉄道橋、トンネルなどが見られる場所もある。層の湖水道が2018年に崩落するなど、劣化も進んでいるが、地元住民らによる保存運動も行われている。 片軽石ひば目標、小田川がーだ橋は林業遺産に認定されている。ありがとうございます。